はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日は iPad Pro とマジックキーボードを使ってプレゼン資料の作り方を紹介していきます。マジックキーボードを使い始めて1週間ぐらいになるんですけど、結構操作自体はすごいサクサクいってるので、今日はこのマジックキーボードを、キーノートっていうね、プレゼン資料を作るアプリでどうやって使うかっていうのを紹介していきます。で、トラックパッドの使い方もそうなんですけど、今日はキーボードショートカットですね。キーボードのコマンドジェスチャーをたくさん紹介するので、ぜひ iPad で資料を作りたいっていう人は必見です。はい、じゃあキーノート立ち上げていきます。で、一番初め左上の新規作成っていうボタンを押してもらって、で、そうするとたくさんテンプレートが並んできます。で、すごいおしゃれなね、テンプレートもたくさん追加されているので、まあ、ここで自分の好きなテンプレート選んでもいいですし、今回の場合は白い、プレーンなテンプレートを使っていきます。この基本のタブのところのベーシックテンプレートっていうやつを開いてください。で、そうすると最初テキストがこんな感じで乗っかってるので、これはもう削除しちゃいます。複数選択するときはトラックパッドをですね、こうドラッグ&ドロップで引っ張っていくと全選択になるので、その状態でデリートボタンを押すと全部消えてくれます。で、お仕事されてる中でプレゼンをよくやる人なんかは、プレゼンテーションの資料の中にグラフを入れると思うんですけど、そのグラフからちょっと先に説明していきます。で、グラフ入れたいときは上のですね、プラスボタンを選択して、で、そうするとまたタブがね、ここに4つ並んでるんですけど、この左から2番目がグラフの項目になります。で、色も種類もすごいたくさんあって、2本指で左右にスワイプするとこうやってページが切り替わっていきます。で、この中で自分が好きなものをクリックして挿入していきます。で、グラフの端っこを長押ししながらこうやってぐるんぐるん回すと、サイズとか太さを変えることができます。これね、トラックパッドでできるのすごいいいなって思いました。で、このグラフの色変えたいときは、右上のブラシのボタンを選択すると、こうやって色違いのグラフがたくさん並んでくるので、これクリックするだけで色を変えることができます。で、このグラフの値とか数字を変えたいときは、ここにデータ編集っていうボタンがあるので、これを押すとこのグラフ編集モードに入ります。なので、例えばここでもう一個項目を増やしたいと、8月分の項目を増やしたかったら8月って入力して、その下に数字を入れてあげる。で、完了ボタンを押すと、こんな感じで右側に新しいタブが追加されているのがわかると思います。こんな感じでグラフの編集をしていってください。で、このグラフなんですけど、もっともっと細かい詳細設定をすることができます。で、それはこのブラシマークのところを選択して、今左側のグラフっていうところになっていると思うんですけど、それを左から2個目スタイルのところをクリックします。で、そうすると一般とグリッドラインとラベルっていうタブがですね、また出てきます。本当にどんどんね、この項目が出てきて、その中をさらにいじっていく感じになるんですけど、例えばこの一般の角の丸みっていうところのスライダーをこう引っ張ると、この棒グラフが丸くなっていきます。で、あとは列の間隔ですね、あとは集合の間隔っていうのがあるんですけど、これを押すとこのグラフの細さですね、棒グラフの細さだったりとか、間の間隔をどれくらい空けるかっていうのも、修正することができます。で、この真ん中のグリッドラインのところは、このグラフの横線を引くか引かないかとか、あとは何本引くかっていう設定をすることができます。で、ラベルの項目に行くと、フォントとかを変えれます。フォントも変えれるし、文字のサイズですね、例えばここプラスを押していくと、この数字がどんどん大きくなっているのがわかると思います。で、この下のところ5個並んでるのがあるんですけど、これは、この棒グラフの数字をどこに配置するかです。で、今15とか55とか書かれてるんですけど、それを下に配置するか真ん中に配置するか上に配置するかっていうのも決めることができます。で、ちなみになんですけど、クリックしてしまって間違えたなって思ったら、キーボードのコマンドと Z です。コマンド Z が1個前に戻るジェスチャーになります。で、コマンド Z で戻るで、
コマンドシフト Z で進むになります。なので間違えちゃったらコマンド Z とか、あとコマンドシフト Z で操作してもらえるとかなりサクサク動きます。であとは円グラフとかもありますね。円グラフ結構使う人多いんじゃないかなと思うんですけど、円グラフもさっきと同じようにデータ編集のところを押して数字を変えたりするとこのグラフの値が変わります。であとは内半径かな、内側の半径のところのスライダーをこうやって移動させると中の白の丸の大きさをコントロールすることもできます。あとは回転角度とかかな、この辺でいじって、データの値とかを決めたらデザインを付け加えていきます。でまあよくやるのがこの楕円の中にテキストを追加したりするんですけど、テキストを入れるときは上のプラスボタンの中からここの図形タブを押して、でそのまた下のタブのところから基本タブを選びます。で基本タブ選ぶとテキストっていう項目があるのでこれをクリックしてください。でそうすると画面上にテキストが現れるのでここにタイピングして自分の好きな文字を入力していきます。で1個テキストができたらもうこれをコピペする方が早いので、コピペするときはキーボードのオプションをクリックしながらトラックパッドを長押ししてグッとドラッグします。でそうすると同じテキストがこんな感じで複製されるの でここの文字を変えるっていう風にやった方が、上のプラスボタンから図形タブで行くよりかなり早いです。であとコピペする方法としてはコマンド C コマンド V ですね。文字を選択してコマンド C コマンド V を押すと同じものがこうちょっと右側にずれて配置されるので、またこれで移動させて打つっていうのでも大丈夫です。で次なんですけど、ちょっと自分でインフォグラフィックみたいな可愛いアイコンとかを並べつつ見やすい資料の作り方です。でさっきやったプラスボタンのところから図形タブに進んでもらうとこんな感じですごいねたくさんアイコンが並んでるんですよね。で普通にシンプルな丸とか四角とかもあるんですけど、動物の形をしてるやつがあったりとか、あとは本とかカメラとかたくさん図形があるので、これを使ってちょっと1ページ作ってみます。まず楕円形をですね1個配置します。でこんな感じでサイズ変形もできるんですけど、何もせずにこうサイズ変形すると円がベチョンって伸びちゃったりするんですけど、これシフト押しながらサイズ変形すると正円のままサイズを切り替えてくれます。こう縦横比を固定したままサイズ変形できるって感じですね。でオプション押しながらドラッグです。さっきと同じオプション押しながら左右にドラッグすると同じものが複製されます。なのでこんな感じで5つこの玉をですね横に並べてください。でこうやって5つ今できたので、これをきれいに整列していきます。で今この5つの玉全部5個選択した状態でブラシパネルのところの、配置タブに行ってください。で配置タブの下の方に整列オプションっていうのがあるので、この中の、横方向っていうのがあるんですね。で横方向を押すと横方向に、左右のこう均等に配列してくれます。こんな感じで今変わったの分かりますかね。この5つが均等に配置されてますね。で例えばこんな感じでバラバラに配置されてても一回全部選択して、でさっきと同じ配置タブのところに行って下のところですね、で横方向をチェック入れて均一にして、この横軸に一直線にするっていう項目もあります。でこれタップするとこんな感じですごく綺麗に一気に並んでくれるので、これね覚えておいた方がいいと思います。めちゃくちゃ使えます。でここから色を変えていくので複数選択していきます。複数選択するときはシフト押しながらクリックしていく、1個空きずつに今クリックして3つが複数選択されている状態で、この状態でスタイルタブに行ってカラーのところに行くとこうカラーパレットがねたくさんあるので、ここで色を変えることができます。で同じように間の黒いところですね、シフトを押しながらクリックで複数選択で、ここも色を変えます。
で、ここまでできたら、このさっきの図形タブのところですね、ここの中に入っているアイコンたちをちょっと、入れていきたいと思うので、好きなやつを選んでください。で、今回はちょっとこの Wi-Fi だったりとか、あと磁石マークとか、あとはゴミ箱とカメラとペンを配置します。で、このアイコンを、白色に変えたいので、アイコンだけをシフト押しながら複数選択です。シフト押しながら違うやつも選択すると複数選択ですね。さっきやったやつです。で、これで5つ選択してカラーを白に変えます。で、そうするとこんな感じで、割と統一感のある可愛らしいポップアイコンみたいなのができます。で、このアイコンをですね、例えばサイズ変形したいとするじゃないですか。そうするときに複数選択してこうサイズ変形しようとするんですけど、普通だったらできないんですよ、こんな感じで。楕円のところだけが大きくなっちゃいます。こっちも同じで、複数選択して、このドラッグしても、緑のところだけが大きくなっちゃう。って感じなので、これを、アイコンも一緒に大きくしたいっていうときは、グループ化する必要があります。で、グループ化するときは複数選択してこの状態で、コマンドオプション G です。グループの G です。コマンドオプション G を押すとこうやってグループ化されます。で、グループ化すると一気に2つとも大きくしたり小さくしたりすることができます。なのでセットで動かしたいっていうものがあるときはもう全部グループ化したらいいと思います。で、ちなみにグループ化されてるものを解除したいとき、グループ化解除はコマンドオプションシフト G です。グループ化するときはコマンドオプション G なんですけど、グループ化解除はコマンドオプションシフト G です。このジェスチャーちょっとね、ややこしいんですけど、覚えておくとめちゃくちゃ作業が早くなるので、ぜひグループ化は覚えてください。で、ここからちょっとテキストを追加していきます。はい。で、こんな感じでこのページ完成になります。で、この整列オプションで縦軸にも今ね、綺麗に整頓したりしてますね。で、まあ、こういう5つのオプションが並ぶページとかよくあるじゃないですか。の時にこのアイコンをですね、うまく活用してやってあげると結構目を引くというかね、白黒のテキストだけよりこういうアイコンがちょっとあっただけでもかなり見栄えが良くなるので、ぜひこの技使ってほしいなって思います。で、最後もう一個だけちょっと軽いやつですね。よくあるインフォグラフィックみたいなやつの作り方を一個だけ最後紹介して終わろうかなと思うんですけど、楕円形を一個作って色を変えます。で、この下の不透明度っていうところがあるんですけど、ここのスライダーをちょっと低くすると、今もう完全にエメラルドグリーンなのがちょっと透けた感じになります。なので、だいたい 80% ぐらいかなにして、で、この楕円形をオプションを押しながら複製させます。で、右斜め下にやってもう一個左の方にも追加します。で、よくねこういう3つの丸が重なったインフォグラフィックとかあるんですけど、まあ A と B と C があってそれが3つ組み合わさるとすごいものになるよみたいな、多分インフォグラフィックの意味だと思うんですけど、まあこういうね3つのオプションがある時とかによく使うものなので、ぜひ皆さん覚えてください。で、まあ、ABC 書いて、右側にその ABC のもうちょっと詳しい詳細のテキストを打ってあげると、まあ、読む人も見る人も見やすいんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、こんな感じで今日たくさんちょっとグラフ作ってお見せしましたけど、コツはですね、色を統一することです。今回作ったこの4ページ、だいたいこう、寒色系の色というか、グリーンとか青が多いと思うんですけど、これをなんか赤にしたり、青にしたり、黄色にしたり、緑にしたりって言って、ページごとに色をめちゃくちゃ分けちゃうと、すごくバラバラな印象になって、すごく汚く見えちゃうし、あと注意が散漫になって、資料の内容とか入ってこなかったりするので、ぜひこのグラフとかはできるだけシンプルに分かりやすく、綺麗めの色で統一するようにしてください。おすすめはね、1色か2色ぐらいでもう絞ってその色以外は使わないって決めて作ると結構綺麗にできます。
で今回はこのグラフだったりとか図形の使い方しか紹介してないですけど、一応キーノート画像とかも貼り付けることができます。プラスのところから、一番右側のタブのところに写真フォルダーにアクセスする項目があるので、ここで自分のカメラロールの中から写真を挿入することもできます。でこういう画像を使ったプレゼン資料の作り方に関しては結構前にですね1個動画出してます。画像を使ったおしゃれな、キーノートプレゼン資料の作り方みたいな感じで、まあ、グリッドデザインって呼ばれるものなんですけど、それをうまく活用した、キーノートの使い方なんかを紹介しているので、ぜひこの動画も見てもらえると嬉しいです。はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。マジックキーボードを使ったプレゼン術いかがだったでしょうか。このトラックパッドがあるとやっぱりね、移動させたりとかサイズ変形させたりとか、あと複数選択するっていうのがものすごくやりやすくなるので、ぜひね今まで、まあ、パソコンとか Mac で資料作りやってた人っていうのはぜひこの機会に iPad でも一度やってもらえるといいと思います。もうかなり変わってますね、本当に。なのでね、またこんな感じでマジックキーボードを使った iPad の活用術を紹介していきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。次回の動画も楽しみに。バイバイ。